高下町は、福岡県東部の築城郡に属する町。旧、武前国。築城郡東部に位置し、福岡県の最東端に位置する町で、西は、武前市、北は、吉富町、山国川を挟んで、大分県中津市と隣接する。町域の北部は、平野が広がっており南部は、山地となっている。また人口は、旧、新吉富村域では、微増傾向にあるが、 旧太平村域は人口が減少傾向にあり、過疎化も進んでいるため高下町全体の人口はわずかながら減少に転じている。高下町は江戸時代に中津藩の領地であった。明治時代に山国川を境に福岡県と大分県に分割されたが、現在でも大分県中津市との関係が深く、2005年国勢調査では町内の通勤、 通学者のうち約20%が中津市に向かっており、中津市の経済圏に属する。文化的にも中津市の影響が強く、市外局番は0979、郵便番号も871から 0XXX で中津市と同一である。町内には大きなショッピングセンターはないため、山国川を越えて中津市まで出向く場合が多い。 また旧太平村、新吉富村時代から地元の高校生は中津市の公立、私立高校に通学することも多く、町内の福岡県立築城東高等学校が2003年に募集を停止し、2005年に当廃合のため廃校となった以後、中津市の公立高校を受験する中学生も一段と増えている。これは近隣の部前市。 吉富町でもこの傾向は強くなっている。山国川を挟んで隣接する大分県中津市の生活圏、経済圏に属していることから、福岡県が示した武前市との合併を拒否して、吉富町、新吉富村、太平村の3町村で法廷合併協議会を設置し、新町名を大富町に決定したが、新町役場の一夜、太平村で起きた。 不祥事をめぐって協議が難航し、吉富町を除いて合併することとなった。将来的には、中津市との越境合併を視野に入れており、町民の中でも中津市との合併を望む意見が強い。初代、鶴田忠義二期中学校小学校町内を、鉄道路線は通っていない。高速道路一般国道県道道の駅神吉富。ありがとうございます。